まずは長峰祭り実行委員長の挨拶をいただきたいと思います。すべてボランティアで運営されるお祭りがこの YMCA 祭りです。収益はすべて YMCA 募金となっていきます。募金活動の一環になっていただいている本日の実行委員長を紹介します。竹本雄一さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。熊本東ワイズメンズクラブの、現会長をさせていただいてます竹本雄一と申します。皆さんよろしくお願いします。先ほどですね、木村館長からもあった通りですね、今日皆さんボランティアでですね、ぜひこの地域を盛り上げたいということで、もう数ヶ月前からですね段取りして、ワイズメンズクラブはもちろんなんですけど、地域の皆さんとですね一緒にこちらの会議室で一生懸命会議をしながら、どうやったら皆さんが喜んでくれるかということを一生懸命考えてですね今日に至りました。おかげさんでですね今日は本当にいい天気に恵まれました。で、僕らがですね常日頃からやっぱ気にしているのはですね、やっぱり子どもたちが楽しんでほしいということを主体としています。なんで子どもたちの笑顔をですねいかにして生み出すかというのはですね、これ大人にかかってます。大人がですねキラキラした笑顔を見せることによって、それを見た子どもたちがああいう大人になりたいなということで、成長段階でですね子どもたちが大人って楽しいんだぞっていうのをですね、ぜひそういう成長を遂げてほしいと思ってます。今日はですね皆さん大人の皆さん、特にアルコールも出しますんで、ぜひですね日中しっかり酔っ払って子どもたちを一緒に喜ばせましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。竹本雄一さん、ありがとうございました。本当に心強いメッセージ感謝申し上げます。それでは今から長丁場ですが3時までですね、行きたいと思います。もう皆さんの目線は私ではなく、どこから来るのという感じでしょうか。お、熊本空